皆さんこんにちは、ちゃんたいです。東京2020オリンピックやっていきたいと思います。はい、前回まででグループステージが終わって日本はグループ A2 位で通過しました。今回からノックアウトステージが始まります。初戦の相手がカナダになりますね。この試合で負けてしまうと次からですね、もう負けられない戦いになってしまうので、まずはこのカナダ戦なんとか勝って、次のメキシコ戦もね連勝して優位にこのノックアウトステージをね勝ち上がっていきたいなというところです。はい、では早速やっていきましょう。あ、にゃー好調ですね。アスカちゃん、前回投げましたが絶好調。これどうしようかな。いや、これですね、普通ならこうするんですけど、ちょっと入れとこうかな。はい、何歳も好調だけど、まあニャーで来ますね。はい、あー、レイカちゃん絶不調か。さすがに絶不調だとちょっと、じゃあコちゃん前回結構活躍したので、してこれでいいかな。はい、じゃあこれでいきましょう。グループ AB2 位同士の戦いがこれから始まろうとしています。日本対カナダノックアウトステージは模様。カナダって対戦したことないですよね、これまで。パープロ2018もあんまり記憶にないんですよね。どうだったかな、1回ぐらいありましたっけ。あんまり記憶ない。じゃあちょっと見ていきますね、軽く。あ、やっぱ強いですね。はい、ちょっと調子も好調な選手が多いですけど、3、4番がねパワー S なんで、うわー、これはちょっと簡単にいかなそうですね。じゃあ第9投げた、おナイスボール。さあ次の投球、投げた、投げた、ストライク。3球目ストライク、追い込んでいます。膝元高速スライダー外れてボール、投げた、おビッタビタ、オッケー、よし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 、ナイスボール。もう1球いっていいですか。打ちました、初球打ち、あ、惜しい。さあ次の投球、投げた、よし、これで追い込みました。ちょっと見せ球入れて、投げました、フォークかな、投げました、外れた、ボール。第5球投げました、よし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 、いや、いい立ち上がりですよ。3、4番が本当に怖い。投げました、第2球、あ、打った、強い当たり、入れば先制だ。もうこうね、真ん中に入ってしまうと 100% ほぼ 100% 持ってから、いやー、今もう狙ったコースよりだいぶ中に行ったな。今の先制の場面リプレイでご覧ください。まあでもこの国際大会においてはね、ソロ OK みたいなねありますからね。あ、今のも、わあ、これも今のもだいぶ狙ったところより高めに浮いちゃいましたけど、ソロホームランってもシングルヒットなら全然 OK ですね。はい、いきなり150キロ、一塁牽制、タッチはセーフ。第2球投げた、よし、第3球は、うそ、ボールを2塁へ送った、オーケー、カズミナツ、よし、刺しましたね。ちょっと今のはウエストしたっていうより、盗塁を警戒したウエストじゃなかったんですけどね。はい、まさかでした。はい、ちょっとアウトカウントとか打順の巡り的に走ってこないかなと思ったんですけど、ちょっと相手ピッチャー見ていきますか。調子好調ですね。シンカーとスプリットとスライダーか。はい、コントロール悪いのちょっと嫌だな。まあ、ただ H シンカーもスプリットも高速系の球種なんで、ちょっとこうちっちゃい変化ですかね。まあ、スライダーも2なんで。あ、でも、調子好調だから、そんなにちっちゃい変化ではないかもしれないですけど。
なんで手出した今。おお、セーフだ。久々に内野安打見た気がする。内野安打最近あんまり見たことなかったですけど、でも今無理かなと思ったんですけどね。いやー、でもこれだったら、はい、OK です。キャッチャー肩 A でしたよね。ユミちゃんだったら全然いけますね。まあバントでもいいですが、手堅くノーツーか。お、これはちょっと様子見たいですね。はい、これはよし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 、ちょっとスタートやめときます。ちょっと相手よし、これどうしようかな。あ、おー、よかったよかったよかった。あ、いやー、ちょっといやバタバタしてますか。さあ満塁でカズミ、いやー、マッチ満塁男持ってるんで、よーし、やりました。今のは気持ちよかった。やっぱね、この3、4、5番ですね、ここのこのお姉さんメンバー3人がね、あの本当に軸になるんで、このチームの打線は。いや、このホームラン大きいですよ。よし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 、つないで満塁にしたのが大きかったですね。こうなると、これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番。さあ、ほのこちゃん前回良かったんで。はい、ただこの4点は本当に大きい。よし、まあでもね、3点は全然セーフティーリードとは全く言えないんで。第3球は第4球を投げました。いやらしい、いやらしいわ、そのあたりは。ハワードナイスバッティングです。バッターは指名打者。いやー、打線が、これはフェアか。まあまあまあいいでしょう。あ、で、ニャーは強心臓持ちなんで、ここですね、こういう場面になった時に、うわ、すごい。これがあるんでね、前回のアスカちゃん同様。あ、ちょっと今のは危なかったですけど、これサードかな。はい。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球、投げました。ストレートはストライク。第2球、投げました。よし、やっぱ強心臓働くと大きいですね。はい、3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。よしよしよし、なんとかね。はい、2回の表が終わって4対2回の裏。もうこんなこと言っちゃあれですけど、どんだけ打たれても0点に抑えればいいわけですから。はい、あー、全然さすがに今のボールか。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番第2球。これは落ちるでしょ、さすがに。よし、これ2塁。いやー、もうな、今見ました、センターの動き、めちゃめちゃなんか、何ですか、もうテキパキしてるというか、すごいですね、動きは。素早いし。あー、もうさっきも誰かの打席で同じような、あ、かなりの打席かな。同じような当たりしちゃったなんだよな、今のスライダー。
ちょっとコントロールが悪いだけあってボール球多いですね。うん、なんか全体的にボール球結構多い気がする。今度こそ落ちないのか。まあぼちぼちでもヒットは打ててるんで、トップバッターは森さん、打ったファウルボール。第2球。もう1球。投げました。よしよしよし。同じところからフォーク。外角低め、外れてボール。今度はインロー。よし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 。ビタビタ気持ちいい。第9。投げた。初球決まってストライク。まずは入れてきました。投げた。まあ、今のビタぐらいですかね。ビッタビタ。3球は打った。あ、これピッチャーに取らせてよかったかな。掴んだ。一塁送球。あー、あのニャーに取らせに行かないとダメだったかな。どうだったかな。それでも間に合ってたかって言われたら微妙ですけど。まずは決めてきました。うん、これはビタビタ。これがビタビタです。これはビタビタ。ちょっと1球セタマ入れて投げました。打ちました。1、2塁間への当たり。ボールはセカンド。2塁フォースアウト。ナイスキャッチですね。あー、オッケー。はいはいはい。これでもあえて今あれじゃないですか。これもしかしてファーストに投げた方がよ、あ、ファースト踏んだ方が良かったかな。強心臓が出るから。なんかもう強心臓。いやでも普通に考えたらやっぱ得点圏に行く方が嫌ですからね。もちろんそんなことしないんですが。一塁へ牽制球を送ります。怖いですねこの 3,4 番は。本当に怖い。盗塁だから盗塁別にいいのか。いいってこともないですけど、されたらされたら強心臓出るし。あ、一塁へ一つ牽制球を送りました。第5球投げた。うわ、危なかった危なかった。いやー、一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。ランナースタート。よし、いやちょっとストレート勝負結構勇気いるんですけど、よし打ち取りましたね。一塁ランナープライス残塁に終わりました。3回の表が日本この回はみんなバッターになります。先頭バッターは3番白石。投げた。嘘だ、ストライクマジで。今のはうわービッタビタやん、ビッタビタやん。あー、今どっちだったかな。入ったかな、ギリギリ。なんか急にビタビタに。またやってるこれ。この打球が今日3回目くらい。いやー、さすがに3度目の正直で打てると思ったけど全然ですね。何の成長もしてないですね。うん、ちょっと打線がちょっとこれなんか今流れ的にちょっと落ち着き始め、なんか落ち着いてるのかちょっとよくわかんない感じですけど、次の1点ですね。はい、どっちが取るかは結構大事な気がしますよ。よし、これストレートで打ち取れるの大きいですね。今のとかも一歩間違えれば場外とかも、相手のパワーもパワーなんでいかれると思うんですが、勇気を持って。うわぁ、今のも、これもね、あ、嘘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 。おい、待て待て待て。今のも、かけ、怖いですけどね。あ、マジか。マジで甘い球、一球も見逃してくんないな、本当に。いや、今のちょっと今のホームランもったいない気がするな。あー、またさっきと同じような、これ大丈夫かな。はい、いやー、ちょっと今のホームランはちょっと防げた気がするな。
やっぱちょっとまあちょっと点取らないと、いやーちょっとなんかヒットが出なくなってきてる。これでワンアウト、ランナーはありません。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者、なんかちょこそこそこの芯は食ってるんですよね。だからま、うっそ今の入んの、今のが強いから多分ずっとそこ投げれば打たれないですよ。マジで。いやーあれなんかちょっとなんかね流れが、日本わずか3人で攻撃が終わりました。まあでも2点ぐらいはねどうやったってやっぱり無失点っていうのは相当この国際大会難しいんで、前回のアスカちゃんも2点ね、まあ2点で抑えればもう、でもシングルですね。あ、そうか、総力1、そうですよね、G でしたね、キャッチャーの選手。今日この低めのストレートもすごくいい気がするんだよな。ここで結構打ち取ってる気がするから、あっ真ん中入ってる。先ほどの同点の場面です。それは打たれちゃうな。いやこの打線の能力的に見ると9番は絶対に、おー、空振りナイス、よし、これでワンアウト、ランナーはありません。これはファインプレーですよ。もう打球の、落下地点までほぼ無駄なく今動けてましたね。はい、今日は三振とファーストゴロ投げました。ボール第2球、今ぐらいの、今のもちょっと狙ったところと違うんですが、今ぐらいだったら全然大丈夫だと思う。さっきみたいに真ん中入っちゃうと、投げました、もう投げた、インコース低め外れてボール。いやなんか今日ねこれフォークじゃなくてストレートがいい気がするんだよな。投げた、よし、フラフラっと上がった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックス3番ディアス、コントローラーがあれ投げた、高速スライダーボール第2球、投げた、ボール、ボール第3球はストライク、次が4球目、投げた、よし、ここはフォークでしょ、投げました、ボール、いやー第6球を投げました、うわ、フルカウントから結局フォアボールです。センターフィールダー第9球、第2球投げました、2球目ストライク、投球は3球目、打った、引っ張った、手応えは十分か、ああ声が出なかった、マジで打たれた瞬間声が出なくなることあるんですよね、今のはもう、はい、いやーでもうまくいかないな。よし、やっとスライダー打てた、よし、さあここからですね、相手が点を取った後の回、このイニング、ここの回はね点取りたいですよ。よし、見えてる見えてる、あ、あれ今そこだけ芯食ってた、バット折られたな。ちょっと外れてたんですけど、デンちゃん、みなみちゃんコンビだったらなんか仕掛けても面白そうですね。その前によし、これは、みなみちゃんなら2塁いける。危なかった、危なかった、ギリギリですけど。よし、さあ、これは大きいですね。いいですね。みなみちゃん、うん。やっぱ相手の、ほんとギリギリですね。
3番4、ここは点欲しい、点欲しい、点取りたい。はい、内野前に来てます。外野フライでも、まあでも外野フライでも外野の肩とかが強いからな、そこそこ深く打たないと。よし、あー嘘ー、抜けるかと思った今。いや抜けると思ったんだよな今。しかもあの体勢から普通に余裕でアウトだしな。いやー守備力大事だな。よしいやーちょっとさっきの走塁やらかしたと思いましたけど、そうなんだよ、あの打球ってサードが取ってもね、あんなに素早く普通はなかなか投げられないんですけど、全然ねじゃんもんね。さあここ追加点欲しいよ。今日満塁ホームラン打ってますからね、めちゃめちゃミート届きますね、やっぱ悪球打ち持ってるから。ここは集中。余裕があります。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。前半が終わりました。あー今の一本仕方ですけど、まあまあまあでも、はい、1点は返したんで。さあここからですよ。今日やっぱストレートがよく見えるんだよな。ちょっとたまに甘くいっちゃうのが怖いんですけど、うん。投球これから4球目。よし、ストレートを決め球に持っていくぐらいの。うわー、ストレートを外れてボール。投げました。打ちました。これはいい当たり、入れば同点だ。伸びた、伸び、入った、入った、ホームラン、同点ホームラン。レフトスタンドへ吸い込まれていった。変化球を完璧に捉えられました。今の同点のシーン。いやこれはシーソーゲームだな、マジで。ちょっとそろそろ、うん、そろそろ系統もぼちぼち考えつつかな。やっぱねストレートが今日ビッタビタ。よし、フォークとか見せ玉に使った方がいいかな。ストレートがすごくよく見える今日。ああちょっとたまにコントロールがあれなんですけど、うそ、ボール球でしょ今、余裕で。今のあんな当たりするの、いや今ストライクじゃなかった気がするけど。マジか、この8番バッター走力 G だから、ゴロさえ打たせればゲッツーが取りやすいんだよね。ゴロ打たしたい。イエス。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました。ボールスリー。ああ。一塁へ牽制球を送ります。投げました。よし。ゲツ。やっぱストレート OK。よし。いやー怖いですけどね、あそこも。もうパワー A あるんで。よし、まあでもなー、これちょっとなんかこうどっちにもいかないですね、流れが完全に。相手ピッチャー結構スタミナが A ありましたけど、あーやっちゃった、そこそこ削れてるんで。これでワンアウト、ランナーはありません。あとは日村さんの使いどころですね。ちょっとこの展開だと確実に出番ありそうなんで、ああもうこの場、今のこの感じでいくと8回裏ぐらいになんか来るんじゃないですか、どっかで。いやー今9回裏もあるかもしれないですね。ちょっとこれ継投のタイミングも、あーでもそっか、終盤力には持ってるから、金徳がねこの回から終盤力と、強心臓あたりがね、ダブルで発動したらもうえげつないことになりますからね。はい、
もうこの終盤力だけでも変化球の変化量がぐっと上がってますからね。次が4球目、ストレート本当いいですね今日。スタミナがちょっともうあんまりないんで、いや、ちょっと定位置にします。はい、投げました。初球外れても第2球投げました。いや、このね、今日やっぱ低めのストレートめっちゃいい。投げました。インコース低め第4球を投げました。変化球ストライク低め追い込んで第5球。よし、これは流れを引き寄せるピッチング。よし、系統もでも考えつつですけどね。ちょっとスタミナが、あ、ピッチャーが出てきたか。さあどんな感じでしょうか、ピッチャー。あーと、ごめんなさい、うわー、なんか多彩ですね。球も結構速いし、まあ、ナックルカーブ変化量2ですけど、多分そこそこは曲がると思うんですが、それ以外の球種はね、ちっちゃい変化なんで、はい、ちょっと打ちづらそうですけどね。どうかな。さあ今日デンちゃんめっちゃいいんで、固め打ちも出てミートも、ちょっと投球モーションもワンクッションここで、はい。ああ、いや、取るんだよ。これでワンアウト、ランナーはありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。このチェンジアップも厄介になってきそうだな。あー、でも思ったより曲がるんですね、ナックルカーブね。はい、ちょっと曲がるかなと思いましたが、よーし出ました、指じゃん。これは橋くんですね。いや、今のホームラン結構気持ちよかったな。はい、よし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 、さあこれで逆転。結構初期のペナントの時もそうだったと思うんですけど、今の方向のホームラン多いイメージなんですよね。うん、若さまは。はい、抜けろ。よし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 。さあこれ俊足の南ちゃんも出たんで、ここはちょっと追加点ですね。強振で打てばよかった今。取りました。ランナー一塁に戻ります。強振で打てたらスタンドインだったな、間違いなく。今のは入ってた多分。完璧、よし、今のは盗めましたよ。外野前に来てます。よーし、やっぱカズミ前回も打ちましたけど、いい場面で打ってくれます。よし、これは大きい、この2点は大きい。さあ今日ホームラン構成で点が取れてるんで、よし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 。これもいったでしょ。よし、完璧。よし、乗ってきた乗ってきた。よし、149m、いいですね。やっぱね、この前のはバランス型なんでアベレージ、まあホームランも打てるんですけど、やっぱこのカズミンマッチュンですね、この2人やっぱ長打はね期待したいところですけど、今日はその期待にバッチリ応えてくれてます。相手ピュアしてますよ。あ、4点差になったんで、かなりダメ押しの特殊能力も発動してます。でもね、4点、いや全然あれなんですよね、
抜けないか。4点はね、正直分かんない。マジで。本当に。ここですね。いやー、どうしようかな。これ、終盤力効いてるから、普通に、動画的にはいろんなピッチャー投げさせたいんですけど、そんなこと言ってられないから、ごめんなさい。ちょっと、いけるところまで、ちょっと危なそうだったら、スタミナが減ってくると、なんか、あるんですよね。球、こう、サインみたいなのが。ちょっともう、やばそうだみたいなね。うん。まあ、コントロールが悪くなってきたりとか、が分かりやすいかなと思うんですけど。あ！ミートだよ！なんでそんな飛ぶの？もう。ここで、どっちも効くんですよね。強心臓と終盤力が。どうなるかな？とんでもないことになりそうですけど。あ！ちょっと見ま、変化量エグすぎでしょ、これ。あ！うわ、危なかった、危なかった。これでツーアウト、ランナーは2塁。この回までは抑えてほしいな。第9投げました。ちょっと曲がりすぎて制御できない。投球は3球目。変化球ストライク、インローへ追い込んでいます。エグすぎる。フォークよりドロップの方はエグいですよね。変化量にも違うけど。投げました。よし、これはもうチート。ちょっとさすがにピッチャー変えるかな。ここではちょっと追加点取って、あ、左ピッチャー。もうちょっと、セーフティーリード。まだ本当わかんないんでね。変化量1のチェンジアップとかね、これね、多分、これが結構きついんですよ。これが嫌な球なんですよね、多分ね。あ、でも、そういえば今回の東京オリンピックって左ピッチャーあんま投げてきてないですよね、そういえば。そんなことなかったっけ？なんか、久々に見た気がしますか。よし !OK! ここじゃん !OK! 左投手ビンも持ってますけど、これちょっと二塁無理っすね。ちょっと仕掛けてもいいかな。じゃあ、まず、ちょっと一応、点差4点開いてるんで、まず、レイカちゃん出して、で、左対左ですが。でもよかったかな。第2球投げた。第3球を投げた。うわー、今のどう、なんでかな。これでワンアウト。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第2球を投げました。ボールだー、やっちゃった。さあ4球目、外れた。ボール。第2球投げました。うわ、スクリューか。うん、ちょっと追加点取れなかったですけど、はい。じゃあ、このまま、ちょっと守備位置だけ変えますね。どうしよっかな、これ。4点差あれば大丈夫だよね。大丈夫だよね、さすがに。で、これちょっと次の試合の先発考えないと、ちょっとマイアンがスタミナ多分マックスまで回復するかってやって、まあ、回復するかもしれないですけど、したとしても調子が、になる可能性があるから、ちょっとニャンサユは温存して、あと先発できそうなピッチャーはできるだけ温存したいから、リリアちゃん、はい。日本、ピッチャーを変えてきました。交番、右の伊藤。終盤力と強心臓の変化量を見てるから、いや、取れないか。ちょっと本当にここしか、これもう状況によってはアスカちゃん投げさせますね。はい、マジで。今日はここまで3打数1安打。初球空振りから。いや、さっきの見た後だからすごい変化量が少なく見えるんですよね。1つ外したボール投げました。よし。
まあ、本当1点取られてもいいぐらいの気持ちで、はい、4点差あるんでランナー貯めたりとかフォアボール出したりとかする方が嫌ですね。ホームラン打たれてもいいぐらいの気持ちで、打たれたくはないですが、よし、ちょっと甘かったですけど、はい、よっしゃ、リリエちゃん、オッケー、よっしゃ、勝てましたよ。危なかった、マジで。ちょっと一時期どうなるかなと思いましたけど、やっぱりあそこの、終盤ですね。あそこで4点かな、7回。そこが大きかったな。5点に抑えれば、十分だと思うんですよ、国際大会は。うん。あとはそれ以上点を取れるかと。まあ、大阪コンビですね、はい。自分なんか今この2人を見て思い出したんですけど、結構前なんですよ、多分あれどんぐらいの時だったかな、多分もうね、下手したら4年ぐらい前、4年5年ぐらい前か、3、4、5年、まあちょっとあんまり正確に覚えてないんですけど、テレビ東京のスポーツ番組ありますよね、あの中畑さんとか出てるやつ、あれになんかあの番組だった気がするんですけど、なんか二人が最後なんかこう、ちょこっとだけエンディングの時になんか宣伝がてらで二人で出るみたいのがあって、なんかそこでですね、そこそこ下ったのが面白かったイメージがあります。はい。知ってる人いるかな？わかんないけど、本当にちょっとしか出なかったんですけど、でもまあ普通にもう乃木坂はそこそこ世間にも、認知されててっていう時期だったと思うんで、はい。なんか、二人でどんな感じだったっけな、なんか二人でなんか、同じセリフを言おうと思ったら、なんかタイミングがぐずったかなんかなって、で、なんか、そう、はい、すいません。もし、それ見たことあるって方がいたら教えてください。はい。いやー、でもよかったです。まあでも、これを見ると、やっぱ、やっぱね、ホームランで、ホームランでしか点取られてないんですよね。4回のソロですか ?6 回だったっけな、6回かな、ちょっと、打たれなくていいホームランもあった気がするんですが、はい。まあでも今日は、ホームランね、こっちのチームも打ったんで。いや、よかった。よし、はい。お、もう次ですか。で、ここがすごく大事で、ここで負けてしまうと、次またカナダとの試合になるんですよね。丸三の敗者のとこ行くんで。ただ、ここで勝てば、次仮に負けたとしても、まあ、そこそこ有利なところに行けますね。7の敗者っていう。うん。だから、大事ですね。ここは大事ですね。はい。メキシコは、グループ?リーグですか?はい。こちらでね、グループリーグオープニングラウンドですね。これですね。はい。対戦して、まあ、勝ってはいるんですが、まあ、やっぱり一発勝負なんでね、はい。何が起こるかわかりませんし、まあ、でもいいイメージは持ってね、いけるんですけど、まあ、でも相手ピッチャーも強い。ただ、一応このチームの三本柱、マイアン、ニャー、アスカちゃん。この3人が先発させたので、まあ、次誰先発させるかっていうのも結構ね、ここポイントになると思うんで、まあ、全然候補はたくさんいるんですけど、あとはどううまく、系統とかも含めてやっていくかっていうのが結構次の試合ポイント。まあ、正直この3戦は3人におんぶり抱っこみたいな感じだったんで、はい。次からね、そこのピッチングの方がね、結構鍵を握ってくる可能性もあるんで、はい。では、まあ、とりあえず、ここノックアウトステージね、まずは取れたんで、この次の試合も非常に大事なんで、なんとか頑張っていければなと思います。はい、では今回はこれになります。ご視聴ありがとうございました。